ウェスタンスタートラックスセールスインク一般的な故障としてウェスタンスターはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランドに本拠を置く貨物自動車製造メーカーでありそのブランド名現在はドイツの大手自動車メーカーダイムラーの子会社であるダイムラートラックスノースアメリカの傘下にある商用車展示会であるハノーファー国際モーターショーで特別展示された トランスフォーマーオプティマスプライムのカスタムが施されたウェスタンスター 5700G1967 年オハイオ州クリーブランドの乗用車製造業者であったホワイトモーターカンパニー社は新規事業の一環としてカナダブリティッシュコロンビア州のケローナにトラック製造のための新工場を設立し本社をクリーブランドのホワイトモーターと共有しホワイトスターとして トラック製造部門であるウェスタンスター事業部を開始している。創立時、ホワイトウエスタンスターのトラックには、ホワイトの乗用車向けキャブが流用されている。その後、ウェスタンスターの工場は、ユタ州のオグデンに移設しているが、1980年に行われた AB ボルボへのホワイトモーター売却の際、トラック製造部門であるオグデン工場は売却契約には含まれておらず、 それぞれ半々を所有していた、ボーバレーリソース社とノバコーポレーション社に対し、売却されている。1991年、ウエスタンスターは、当時子会社であった、ウエスタンスターオーストラリアの所有者であった2名によって、買収されている。1996年には、イギリスのトラックメーカーアーフを買収しているが、2000年に、万に対し売却されている。同年、ウエスタンスターは、 ライムラークライスラーによって買収され、フレートライナーの一部門となっている。米軍向けの軍用車両の製造を行っていたが、フレートライナーに合併後、中止されている。2002年、製造工場はオレゴン州、ポートランドへ移設しており、ポートランド工場では、モデル4700、4800、4900、及び6900が製造されている。クリーブランド工場では、 モデル4700、4900の製造と、新型であるモデル 5700G の製造が開始されている。4900EX6900XD2020 49年時点、ウェスタンスターでは、大型トラックとなるクラス8のみ製造が行われている。ありがとうございます。